なんかフィギュアを買いに行ったっていう話したっけ。なんかスバル最近そのフボちゃんに教えてもらったポップマートっていうフィギュアにハマってて、でそのお店がねたまたまあったの。だからなんかちょっと見に行くかと思って3人でねそのお店を見に行ったのね。見に行ったらもうめっちゃ可愛くて、おいフボちゃんこんなの知ったらスバルもう戻れなくなっちまうよってずっと言ってたんだけど、もうずっとフボちゃんやめてよもうこれ以上、なんかそのさ、そのなんかもう知らないことを教えられるって、もうスバル、いや自分で言うのもなんだけどスポンジのように吸収してしまうからもうやめてよフボちゃんって言ったら、あの2つ見つかったんですけど、いやフボちゃんのね沼への沈め方がすごすぎて、でなんかそんな中ね、なんかルイちゃんとフボちゃんはハリーポッターが好きなのね。でハリーポッターのなんかランダムフィギュアみたいなのもあって、それをなんか2人ですごい楽しそうに選んでて、なんかフボちゃんとルイちゃんも2つずつぐらい買ってたのね。でスバルもなんか別にハリーポッターとかじゃないけどフィギュアを 2,3 個買って、わーって、もともとミニチュアとか好きだからなんかすごい可愛くて、わー買っちゃったと思って、でなんかそれでじゃあ開けるかみたいな、ランダムだから何が出るかも分かんなくて、それもねすごい楽しいんよ。でルイちゃんとフボちゃんが開ける手際が良くてびっくりみたいなとこあったんだけど、手際よく開け出したらルイちゃんがなんかねハリーポッターがなんか当ててたんだよな。でフボちゃんが開けたらあって言って、なんかえって思って見たら片手にヴォルデモートのフィギュア持ってスバウいや、あのスバウじゃないがと思っていやそれフボちゃんスバウじゃないですみたいな、ねえなんかあのあいいっすねみたいな、なんかなかなかヴォルデモートも可愛いしみたいな、お辞儀をするのだスバウってなんか言ってたから、なんかあいいじゃないっすかみたいな、まああのスバルがねいいじゃないっすかって言ってる時大体適当なんだけどいいっすねいいじゃないっすかって言ってそのまあなんかうんみたいな感じよね。うんでその後にじゃあもう一個開けようみたいな、でもう一個開けて、ね、ルイちゃんなんか出て、フボちゃんなんか、フボちゃん何だったんかなってパッて見たら、なんか、あっ って箱から出したら、もう一回ヴォルデモートだったのね。そう、ダブリモートね。で、なんか、その後にフボちゃんが、スバウ、呼んだって言われて、いや、呼んでないっす、みたいな。やめてもらっていいっすか、その自分の引いたその運命力のことをなんか、スバルが呼んだみたいな。呼んでないっす、みたいな。その後、一匹ルイちゃんにあげてたわ。いや別に召喚してないっす。